豆キュン。トマトのすく。ベリーおじさんのトマト農場に朝が来ました。大きいトマトも小さいトマトも目を覚まし、忙しそうに水くるいをしています。少し前のとても天気の良い日に生まれた末っ子のトマトスクも朝露で顔を洗っています。スクの口元にはナイフで切ったような小さな傷が一つあります。いつどうしてできたのかわかりませんが、スクが大きくなってもこの傷は消えませんでした。仲間のトマトたちはスクのことを口裂けと言ってからかいました。ちょっと口裂け、お前はどうしてそんな顔なの？夜に誰かがいじめたの？トマトなら私みたいに綺麗な顔で滑らかなのが最高よ。ちょっと口裂け。何？もしかして耳も遠いの？ああ、もうどいて。そうやってお日様を遮ってどうしてくれるの？お日様にまんべんなく当たると綺麗なトマトになれるのよ。まあ、あんたはそんなこと気にすることないわね。はあ。どうしてこんな姿で生まれたの？こんなことならすぐに腐って亡くなってしまった方がよかったのに。けれどもお日様はたくさんのトマトの中でスクを一番大事にしてくれました。朝になるとまず一番にスクのところに来て傷を優しく撫でてくれました。土ぼこりで汚れた時は雲に頼んできれいに洗ってもらうようにしてくれました。お日様の優しさがいつの間にかスクの暗い顔を少しずつ明るくさせました。おはよう。一晩でもっと大きくなったみたいだな。ベリーおじさんは農場に来て毎朝トマトに話しかけます。スクはそんなベリーおじさんと過ごす時間が一日の中で一番好きでした。おはよう、スク。今日も一生懸命生きるんだぞ。ベリーおじさんはスクにだけ名前をつけてくれました。おじさんがスクと呼ぶたびにスクは力が湧いてくるようでした。ベリーおじさん、私は絶対世界で一番甘くて美味しいトマトになるよ。いよいよトマトを収穫する日になりました。トマトたちは朝から身支度で大忙しでした。この日ベリーおじさんは一番美味しくなったトマトを選んで息子のトミーにあげるのです。トマトたちは自分が選ばれるかもしれないとウキウキしていました。お父さん、すごいね。お日様が今年もトマトを見守ってくれたからさ。それに一つ一つのトマトが頑張って大きくなってくれたおかげだ。おじさんがトミーのためにトマトを取ろうと歩き出し、みんなは目を丸くしてベリーおじさんを見つめました。おじさんはどれにするのかもう決めているようで、つかつかと歩いていきました。そしてハサミでトマトのヘタの上を切りました。なんと選ばれたのはスクでした。ほら、トミー、食べてごらん。とても甘くて美味しいよ。お父さん、これは傷がついたトマトじゃないか。トミー、まずは食べてごらん。そうすればわかるはずだ。トミーはお父さんの言葉を信じることにしました。そしてトマトを嬉しそうにかじりました。うわぁ、お父さん、このトマトすごく甘い。
今まで食べたトマトの中で一番おいしいよ。そうだろう。お父さん、傷があるのにどうしてこんなにおいしいの？トミー、そのトマトは実をつけた時から傷があったんだ。そういうトマトはだいたい大きくなる前に枯れてしまうか、地面に落ちて腐るものだが、このトマトは頑張ってよく育った。体についた傷のせいで腐らないよう、他のトマトより頑張ったんだよ。トミーは突然胸がカッと熱くなったのを感じました。綺麗なトマトも甘くて美味しいが、自分で傷を癒しながら、風や雨に負けなかったトマトの方がもっと甘くて美味しいものだ。それは人も同じだ。お父さんはトミーがこのトマトのように素晴らしい大人になると信じているぞ。お父さんよりもずーっと素晴らしい人になるはずだ。今もトミーを誇りに思っているよ。お父さん。ベリーおじさんはトミーの頭を何度も優しく撫でました。農場のトマトたちはスクをからかったことをすまなかったと思いながら、羨ましそうな目で見つめました。最高のトマトに選ばれたスクは今までで一番幸せでした。